さあ始まりました東京テイソンのオフィシャルチャンネル、よろしくお願いいたします、はい、ということで本日はタケルの飲み会のつまらないボケを当てろ、よいしょじゃねえんだよお前よいしょじゃねえんだよお前何がですか、なんだそのタイトル、俺も言っててびっくりしました。およいしょじゃねえんだよ。相方をこんなにもけなしていいものかと。そうだから言われた、そのとりあえず、うん、そのダブルグッチの水口と、はい、ウォーターズの玉人と飯食ってる時の動画を撮ってくれと言われて、はい、今回撮らせていただきました。その普段がつまらないと言われて振られた男なんで、はい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 、飲み会もさぞつまんないだろうってことで。いや、舐めてもらっちゃ困るね。対芸人と喋ってるわけだから。で芸人の空間、しかもお店を提供してくださったのはニッチローさんのお店、スズローさん。何回行くんだよお前その店。ありがとうございます。本当にそこ以外行けよお前。営業中にやっていただいた、ありがとうございます、スズローさん。いやそこは本当にありがとうございます。感謝感謝でございます、はい、つまらないボケはないでいいね。ない、面白いボケを当てろっていう考えで見るわ。あ、そうです、はい、そうしてください、はいはい、全10問です。全10問、はい、わかりました。まず第1問こちらです。まあ一緒、大丈夫ですか、ね、ゲストも全然大丈夫。あ、本当ですか。うん、今日はあ、じゃあ前説だったんだ。何だ。それスノーです。それスノーマンです。え、あれってグレープが言ってんの。ま、なんかフラピさんと今僕らで言ってます。そうなんだ。はい、スノーマン普通だ。ピーポっつってるかも。声でかって言ってるかもしれない。声でか。あー、どういう、はい、この後の私のボケは何でございましょうか。さあお答えください。あの後にボケた。はい、さすがに、はい、脈絡ないポが入った後は、はい、脈絡のあるポ処理はすると、私はさすがにタケルそれはするよなと私は思いました。なるほど。で、水口に前説の話をしてました。はい、なので、はい、え、前張りみたいな。ああ、なんかちょっと前説とか、はい、前にかけてるってことですね。かけて前張りの仕事だったのみたいな。はいはいはい、さすがにかけてくるとは私は思いました。多少なりともね。はい、正解こちら。はい。ピンポっつってるかも。声でか。ピンポって言ってるかもしれない。声でか。ただでかいメガネはさ、なんだっけ。適当に喋りやがって。正解は、嘘だ、ただでかいメガネはさでした。そりゃそうですよ。ピンポと言った後に、こっちにも振らないとっていうので、嘘だ。ただでかいメガネはさでございました。なんで弱いやつ出したの？はい、私のことがわかるかどうかというクイズです。お願いします。じゃあ、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 飲めないかいお前。いいよ。あ、お、お、お、え、ちゃん。さあ、この後の動きは何でしょう。ごめんなさい、これ覚えてません、私も。おっぱいはないよね。だけどさ、おっぱいはないよね。おっぱいまで言わないでね。おっぱいはさすがに言わないんだよね。それはあまりにもつまらなすぎるから。はい、はい、これの答えは何でしょう。ルネサンスです、ね、あちょっとヒゲ男爵さんを用いるっていう、これなんかタケルイーラインな気がすんだよな、このおちょけ方。頼む、来い。あ、ちゃん、チンポでございました。はい、正解はチンポでございました。ここ乾杯ボケ先輩だからしなくちゃ、はい、やり直しのチンポ。そっか、めちゃくちゃお前陽キャなんだよな。一回下ろせ、俺を一回下ろせ。 OK、 ごめん。そう、OK、3問目いきましょう、はい、こちら。まずい、まずいのか確認ですね。ついてます、はい。ついてるなんすかそれ。鼻くそがけつって鼻くそついて、おい、マッコイさんのボケだろこれ。マッコイさんのボケだろ。面白いよ。マッコイさんのボケでしょこれ。ごめんなさい、あのこれもう一瞬で分かりました、はい、もうフリップ使わなくていいです。じゃあ正解は、はい、はい、顔芸ね。はい、あのね、なるほど。このね、このね、はい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 、よく顔、この顔すんのよ男子学生のね、うん、顔芸ね。まだやってんだと思うんだけど俺。じゃあ正解、はい、マッコイさんのボケでしょこれ。あのね、ボケじゃないよその画角ね、どっちかと。すいません、マッコイさん画角ね、はい、歌詞でした。
照れるでした、はい、照れすかしでした。考えすぎ、考えすぎです。照れすかしです。分かってないな。お前、いや今の、今のこそ、はあ、分かってない。あそこ振られたら変な顔して後輩につまんねえなチャンスをあげるというか、つまんねえ顔すんな、でもよかった。そんなんじゃ、照れたら何もなんないじゃん。それそんなんじゃない。さあでは、うん、4問目こちら。F1 って金持ちが勝つスポーツなんですよ。そうなの。俺この間さ、ロケでさ、はい、隣乗ったの。F1 か、ね、F1 っていうか何、あの鈴鹿とかのレースの200-300キロで、うお、超怖かった。全日本だし、G やっぱ来ます。 G めっちゃ来る。いやいい。でも最初の初速早すぎて、うわ。さあこの後なんとボケた。例えますよ。もうあの軌道に入ったらだけ例えるんですよ。でこの軌道に入るときって、はい、タケルって本当にちゃんと芯食った受けることを言うのよ。はい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 、はい、で俺はこの例えがすっごいスタジオを沸かしてる瞬間も俺何回も見てきてる。はい、じゃあスタジオじゃなくてこの居酒屋でも沸かすことができるのか。いやでもこの軌道に入った時ってほぼ100発100中なんだよね。え、あの軌道で外す、俺見たことない。ちゃんと受けるもんこの軌道は。なんかタケルが好きな発想でおバカだなっていう、はい、早すぎて、うん、うーってなって皮膚が取れて骨だけになった。なるほど、はい、そのあれですね、まあアニメーションでよくあるね、あのブッてこうね、そう、カートゥーンネットワークの笑いというか、はい、好きなタケルがそういう好きな笑いなんだよね、はい、違うかな。正解はこちら。絶対 G やっぱ来ます。 G めっちゃ来る。いやいいな。でも最初の初速早すぎて本当に俺漫画みたいになっちゃって、その骨だけ上後ろに残って、やった、で、もう一瞬した時に骨だけあって戻ってきた。で、そうなんだ。正解正解です。やっぱりね、ほら言ったでしょ、素晴らしい。あの顔になってあの軌道は受けるんだよ、はい、楽しそうじゃんみんな。で、これも多分ね何回か使ってると思う俺。例えは強いでしょ。まあだから、そうね、ボケがちょっと その傾向と対策もツッコミさんなんだから、だけは、はい、うん、では5問目です。でもね、すごかった、超面白かった。まだいいな、マジでいいな、楽しかったな。え、鈴鹿免許持ってる？持ってない。だから隣に乗った。あー、持って行きです。鈴鹿です。いや、岡山の岡山国際サーキットっていう、一応なんか F1 とかもやってたし、アイルトンセナとかも来た方に来たし、すごい、いいとこなんだ。アイルトンセナ来てるっす。うん、F1 の最高。確かに。さあこの後私は何とボケたでしょうか。岡山国際サーキットに来た人ボケですね。いや、これ言うと思うけど言いそうだな、タケルってやつね。はい、俺の親父も来てたよっていう。このパターンよくやるからな。あの顔の時よくこういうことするのよね。なるほど、はい、正解はこちら。アイルトンセナ来てるっす。うん、F1 の最高。確かに。あとアクセル・ブラウンとか、うん、その辺も来てる。アクセル・ブラウン来てる。有名な。あ、これあの有名な AV 監督だから。絶対喋っちゃった。はい、アクセル・ブラウンでした。当たらねえだろ。いやいや、YouTube 撮ってんだから分かるだろうよ。パロディ AV の最高峰。なんで俺らですか。アクセル・ブラウン。パロディ AV のソネ。続いて6問目、こちら。厚切りっすね。厚切りいいね。さあこの後なんとボケたでしょうか。はい、もう簡単じゃん。厚切りのもう軌道に入っちゃうじゃん完全に。あら、はい、これでエントリーします。はい、正解はこちら。厚切り、厚切りよね、厚切りジェイソンです。あ、もう最初に言ったやつね。もうこれしかないです、こっち、はい、もう、はい、簡単な言葉遊びです。さあでは正解はこちら。厚切りっすね。厚切りいいね。厚切りパンティー。わかんないかも。え、大丈夫、俺も分かってない。そうですよね。正解なんてないかも。それが俺たち、せーの、タケル一本。はい、あれなんて言いました。はい、厚切りパンティーでした。はい、厚切りのパンティーでした。すごい、すごい、はい、すごい致死量です。
ちょっと今すごかったよ、タケル。これはすごい時間が流れたね。頼むわ。さあ、では7問目。ごちそうさまでした。おっと、お会計しよう。マジで見たんでしょ。今一番楽しいっすよ。見たんでしょ。お会計しよう。マジ、うん。さあ、この後何度ボケたでしょうか。いや、もうすごいよ、情報量が。ちょっとまずボケて受けてなくて、ちょっと一言いいですか。俺もしんどくなってきた。その俺もこれを見るのがしんどくなってきた。ボケて滑ってちょっと長めのコント始まった後、ちんさまっちゃダメだよ。この後この後何をしたかです。あ、はい、答えは、あの半笑いで立っちゃったです、うん。これね、1、2年目の子よくやってたんですよ。なるほどね。そうそう。正解はこちら。ごちそうさまでした。受けてるよ。マジで見たんで、今一番楽しいっすよ。見たんで、お会計しよう。マジ、うん、一番楽しいっすよ今。これさ、俺伸びるんだけどさ、はい、これさ、家まで伸びるかな。伸びるか伸びるか、家まで伸びるかじゃないんだろ。家も家まで伸びねえだろ、我々の。そんな気がするね。よくない気がする。ちょっと待って、すごすぎる、面白すぎるこれ。それで第8問。こんな忍者は嫌だ、どんなの。やば。大喜利が始まりました。やば。なんかあの、こう、巻物で、うん、術を、うん、唱えて、うん、カエルとか出すんですけど、うん、なんか唱えたら、うん、カレーが出ちゃう。あらの後です。さあ、状況を整理するといきなり大喜利大会が始まったんだよね。ってことだよね。で、水口は大喜利もちろん得意じゃないんですよ、うん、ツッコミだから苦手って分かってる、うん、で、呪文唱えたらカレーが出てきちゃう。出ちゃった、うん、で、あら、あら、答えはカレーだから、まあ、うん、ガンディの術かみたいな。あ、インドにかけてね、うん、あ、タケルが言いそう、言いそう、はい、うん、唱えたら、うん、カレーが出ちゃう。あら、山田君、八丁同盟結んだけてなんで仲良くなっちゃうんだよ。でもさ、山田君、薩長同盟結んであげて、いやいや、強いでしょ。この返し強いでしょ。だってこれは面白い。これは面白い。これは面白い。悔しい。これ面白いでしょ。これは面白い。これは面白いでしょ。これは面白いわ。これは面白い。これはね、悔しい。面白い。さあ、では。ラストこれ。次。9。牛カルビめっちゃうまかったかな。マジで。だから俺が全部食う。え？気抜くなよ。え、どうした？さあ、気抜くなよとか言うの。やめてあげてよ。それみんな緊張してるから。お前も気抜いてたじゃん。それみんな気抜いてるじゃん。しかもそれみんな緊張してるから。撮ってるという自覚があるから。ボケ弱いって。気抜くだろ。あんなボケ突っ込まなくて。俺が全部食うわ。後でいい。待って、めっちゃ今もう、今めちゃくちゃライブ終わり下北で飲んだりしてた芸人、うん、あん時のやり取りとかが今めちゃくちゃフラッシュバックしてきて一個出た。はい。おしぼり食うです。ああ、もうだ、イライラをね。そこにグッと詰め込むってことね。そう。さあ、正解はこちら。気に入らないな。食え。まあ、本当は俺が全部。俺どこ吹いてんだ。手拭け。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしいか。手拭くなよ。正解は壁を拭くでした。ちょっと待って、いや、ボケが4つ入ってるって。企画になってない。それボケが4つ入ってます、その全部の動画に。あ、でも感覚としては惜しいね。最終問題、全然当ててませんよ。これ最後は当てるぞ。当ててください。最後こちら。もう2人がメインで食ってくれ。俺はもう腹がいい。え、何も食ってなかったの。いや、それで逆にだ。牛入れるとさ、あんま食えないじゃん。俺同じ状況です。僕弁当あったんで。
食うなよ弁当。食うでしょ。飯食ったかったんだからさ。今半でしょ。何が一番うまいですか弁当。さあ、ロケ弁の話ですね。タケルが一番美味しいのはもう知ってんすよ。オーベルジーヌなんですよ。はい、オーベルジーヌが大好きです。めっちゃ言ってますよね。でもまあ、じゃあそれじゃボケじゃないよねっていうことですよね。わかってます。はい。よく言う。はい。答えは？うるせえです。ああ、もう何も出てこずに、うるせえ、喋りかけんな。うん、これだよ。正解はこちら。今半でしょ。何が一番うまいですか弁当。昔全部置いてなかった。なんで今半の弁当昔全な、全ってなんだよ。今半の逆。全部の全か。正解は今半の逆。昔全でした。昔全。おい、嘘だろお前。ここちゃんとボケんのかよお前。当たり前だろお前。登ってきてたろどう考えても。飲み会ケツに向かって、おスロースターだすぎるって飲み会お前。うるせえなんて言わないよもう。最後の方で言うよ。チップとかお前言うやつだよ。こう言わない言わない、もう何にも分かってない。はい不正解。ってことは俺一問しか分かってない。ちょっと正午の飲み会見してくれよ。意外と正午の方が飲み会つまんねえから。ちょっと正午の飲み会見してくれよな。最近よく後輩と言ってるじゃんか。ね、白井もそうだけど、ね、結構この一緒に飲んだりしたこともあるのを見てると、やっぱそのまあ俺はずっと言ってるけど、そのもう厄介な部長って俺はもう毎回言ってんだけど。で面白くなっちゃ動画になんないよね。いや面白かったらやっぱ翔吾すごいなでいいじゃん別に。次俺ですか。はい、わかりました。ちょっと撮ってきてください。はい、わかりました、はい、ということでその動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。おいビブラート侍か。